阪神タイガースが交流戦を前にして大きな入れ替えを行いました。あの選手が自身初の2軍降格。総勢5選手大きな入れ替えが行われましたので見ていきたいと思います。まずノイシー選手ですね。自身初の2軍降格ということになりました。レギュラー格として起用されていて、4月はぐっと成績を上げて、もしかするとノイジー選手今年は大ブレイクするんじゃないか、そういうふうに思われたんですけれども、5月は結局失速してしまいまして、トータルの成績で見ると、昨年の数字を下回るという成績になってしまっています。今年のトータルの成績が43試合の出場で、打率が2割4分4厘、ホームランが1本、打点が8つ、出塁率3割1分6厘、OPS が618という成績になっています。佐藤輝明選手の2軍降格なんかもありまして、岡田監督ももしかしたらノイジー選手をサードで起用するというような話も出ていて、サードでノックを受けるという場面もあったんですけれども、やっぱりバッティングが上がってこなければ、結局サードでもレフトも起用では難しいということですね。今回は2軍降格ということになっています。昨年日本シリーズであれだけの活躍がありましたので、今年は2年目日本野球に慣れて覚醒するんじゃないかと、そういうふうな期待があったわけなんですけれども、今年も想定を上回るような活躍とはならず、正直昨年の成績と、ほとんど変わらない、むしろ、少し落ちてしまっている感じで、悪い意味で想定通りの成績という感じになってしまいました。ここから2軍でしっかりと成績を残して1軍再昇格という流れが望ましいわけなんですけれども、なかなかこのまま成績が上がらないということになると、オフの退団というところも可能性としては出てきてしまいます。ここがノイジー選手の限界値の成績なのか、それともポテンシャルはもっとすごいものがあって日本野球にもうワンランクこう慣れてくると一気に成績を上げていけるのか、ここが一つ見極めのポイントになります。では続いて、あの選手の2軍降格も決定したということで見ていきましょう。井上康太選手2軍降格が決定しました。2軍では今年ですね、打率としては3割4分4厘、OPS も973と自身キャリアハイの成績を残していました。そして三振率なんかも2軍では改善されていて、フォーム改造の影響もあってか大ブレイクを今年は期待されました。昇格直後にはこういい活躍なんかも見せたんですけれども、結局失速してしまいまして、三振も増えてきて、例年の井上選手と変わらないような状況になってしまって、2軍に再降格ということになっています。今年の成績見ていくと、9試合の出場で2割8厘ホームランなし、打点が2つ、出塁率が2割4分 OPS 448という成績になっています。井上選手が今年2軍で大活躍を見せて1軍昇格して、こう少し活躍した時なんかは、ファンの方々の期待っていうのもものすごく大きくなりましたし、岡田監督も今年はやってくれるんじゃないかっていう期待もあったとは思うんですけれども、それも一気に絞んでしまったような印象で、例年の成績とか、これまでのこう経緯っていうのを見ていくと、井上選手の立場っていうのがかなり厳しくなっていることがわかります。これまでも噂レベルではありましたけれども、トレードであったり、現役ドラフトであったり、こうしたところの話が出ていたわけなんですけれども、そのあたりも絶対にないとは言い切れないぐらいの状況になってきてしまっているというのが、現在の井上選手なのかなっていうところですね。ただ2軍の成績を見れば、今年大きく上げているっていうことは間違いないですし、2軍であっても3割4分とか OPS 0.97 とか、これぐらいの数値っていうのは全く、これまで残っていなかったにもかかわらずこれだけ上げてきているわけですから、あとは1軍でどれぐらい対応できるかっていうところまでは来ているので、なんとかここから期待したいところです。では続いてですね、ノイジー選手、井上選手、この2人と入れ替えで1軍昇格となった選手たちについても見ていきたいと思います。小野寺選手の再昇格が決定しました。昨年は43試合の出場ながらも、限られた試合の中で3割4分7厘、OPS 829を記録していました。今年はレギュラーも取る可能性あるんじゃないかというふうに思われていたんですけれども、今年はむしろ1軍での出場が昨年よりも大きく下がってしまったような感じで、1軍にはある程度帯同しましたけれども、出場機会がほとんどない状態で2軍に降格ということになっていました。ここまでの2軍での成績が12試合の出場で2割1分6厘、打点3つ、出塁率3割1分、OPS553 という数字になっています。
2軍成績を見ても、まあ、正直そんなにいい成績残っていないですし、まあ、昨年とかの小野寺選手の2軍での活躍ぶりから考えると、まあ、今年は相当物足りない数字ではあるんですけれども、まあ、最昇格ということになっています。ノイジー選手、井上選手と、まあ、2人ある程度スタメンで起用されていた選手、特に、まあ、ノイジー選手が2軍降格になったことによって、この小野寺選手が、まあ、昇格した場合、スタメン出場っていうのは、まあ、これまでと比較すると結構増えるんじゃないかなというふうに予想されます。これまでも小野寺選手はスタメンで起用さえすればガンガン活躍するんじゃないかと、まあ、もしくはもうこれだけスタメンで起用できないのであれば他球団に移籍したら大きく活躍するんじゃないかとか、まあ、そういったことっていうのが結構ファンの方々からも声として上がっていました。まあ、このタイミングでの一軍昇格ということになりますので、まあ、スタメン出場の機会っていうのは増えていくというふうに考えられますので、まあ、ここでどういった結果が出るかっていうところが小野寺選手すごく注目のポイントですよね。小野寺選手にとっては相当なチャンスだと思いますし、まあ、一軍でのスタメン出場が増えていて大きく活躍してレギュラー獲得っていう可能性もあると思いますので期待していきたいと思います。では続いてですね、小野寺選手に加えてもう一人この選手も昇格が決定したということで見ていきましょう。島田選手の再昇格も決定しました。昨年は121打席、岡田監督から、まあ、相当出場機会を与えられたんですけれども、打率としては1割台でエラーも4つしてしまいまして、今年は大きく序列が下がってしまった岡田監督の信頼が落ちてしまったような印象もあって、まあ、わずか1試合の1軍での出場で、今年は2軍降格ということになっています。2軍での成績は40試合の出場で2割3分クリーン、打点3つ、15盗塁2つ失敗、出塁率3割6分4厘、OPS614 という数字になっています。まあ、正直2軍での打撃成績も目立つものではないんですけれども、盗塁成功数と成功率、まあ、ここに関しては抜群ですよね。15盗塁の2つ失敗という数値が記録できています。なので、まあ、バックアップとしての出場っていうのがメインとはなりそうですけれども、まあ、これだけ1軍の外野手の層っていうのが、まあ、レギュラー決まってこないという中、場合によってはスタメンでの起用もあるかもしれません。まあ、ただ現状2軍の野手で見ていくと、いつぼ選手がかなり成績を上げていて、まあ、野口選手もホームランこそ出ていないですけれども OPS0.7 超えてきて、そして豊田選手に至ってはもうずっと OPS0.8 超えっていう数字をキープしています。新しい外野手を発掘していくという意味でも、この豊田選手の昇格っていうのも一つ期待されていたわけなんですけれども、やっぱり岡田監督の信頼が厚い小野寺選手、島田選手、この2人が上がってくるということになりまして、まあ、新しいメンバーの昇格っていうのはありませんでした。まあ、豊田選手に関してはこのままだと、まあ、阪神での出番っていうのが与えられないのかなっていうような感じに見えてしまいます。そして10日ほど前に背中の張りで抹消となった島本選手が無事に再昇格ということになっておりまして、まあ、ブルペンに戻ってきてくれたと、ここはかなり大きなポイントになります。交流戦に向けてメンバー入れ替え行われましたけれども、ここからさらに強力なチームになっていくことを期待したいと思います。以上です。